こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。今日の波動チャンネルでは、波動的ウイルス対策ということで、今世界をウイルスの問題が覆ってますが、それに対して波動的にどう考えたらいいのかっていうお話をしていこうかなと思います。で、簡単に言うと自分の波動とウイルスの波動っていうのがあって、それが同じ波動になると感染発症ということになりますので、自分の波動が全然違っていれば感染発症ということにはならない。もうたとえ感染しても波動が違ければ自分の中でそのウイルスと結びつかないので発症するということもないですし、一緒の状態になればより感染しやすくなるということで、そんな考え方で、じゃあ自分の状態をどう整えていけばいいのかということをお伝えをしようかなと思います。で、対策としてはもう、まず大前提として、大事なのは感染しないようにするっていうのがもう大前提として大事です。いくら自分の波動が高い状態に保っているからといって、無防備でいると、やっぱり、そこら中にウイルスがいる場合、無防備でいると、やっぱそのウイルスというのは自分にひっついてきますので、特にくしゃみとか鼻水とか飛沫感染とかもしやすいとお聞きしてますので、まずは感染しないようにする。なので手洗い、うがい、アルコール消毒とか、そういった準備っていうのが大前提として必要だということを認識いただくといいかなと思います。だからここはもう自己責任の世界ですが、ここはぜひ、やられるといいかなと思います。で、波動に関して言うと波動を高く強くする、こっちは、意識というか、現実的な対策ですが、もう一つは自分個人の波動を高く強くして一緒の波動にならないというね、一緒の波動になると感染発症ということになりますので、防御はしながらも自分の波動がこうウイルスの低い波動と同じ状態にならないように対策をしていくというのが波動的ウイルス対策です。で、まず波動は体、心、エネルギー、環境といってます。行動も今回はちょっと入れてます。で、体はどういう状態にしていくといいかというと、まずは栄養をしっかりとること。栄養をしっかりとるも当たり前ですが、そういう地道なところがすごく大事ですので、簡単に言うと体の状態によって、疲れてるとこう波動は落ちてきますので、ウイルスに合いやすくなります。疲れてたりとか栄養状態が悪かったりすると、こう波動がそっちに下がって合いやすくなりますので、ね、体のエネルギッシュな状態というのが大事ですので、そのためには栄養をちゃんと取る。で、睡眠もそうです。よく寝ること。疲れてると本当に波動というのは落ちてきますので、睡眠を取ること。それと睡眠にも関係してくるんですが、お風呂にちゃんと入る。お風呂はお清めでもありますが、内臓を温めることで睡眠の質が上がってきますので、あとエネルギーにも関係してくる。このエネルギーの浄化っていうところで、お風呂にお塩と、海由来のお塩とお酒ですよね、コップ一杯の日本酒を入れたお風呂に、ゆっくり使って体を温めていくと汗がすごく出るので、それでエネルギーの浄化がされてきますので、お風呂も入るようにしてみてください。で、温まると睡眠の質が上がってきますので、ぜひ、栄養を取ること、睡眠、それとお風呂っていうのを取り入れられると、体の状態っていうのは波動が高くなってきますのでね。で、それと服装なんですが、ちょっとこの時期、普段これに言及することあんまないんですけど、ちょっと清潔感のある、安心できる、綺麗な服を整えておくことってすごく大事ですので、あんま言及すると、ちょっとややこしい話になるので、服装も気をつけられるといいということは覚えておいてください。それと、笑うことです。口角を上げることです。口角を上げると、波動は高くなりますので、常に、笑顔で、過ごすようにしてください。で、心は不安になる情報からは距離を置くことです。
この環境でテレビは、バツと書いてますが、特に今、テレビ見すぎると、テレビでは不安を煽るような情報がすごく、出回ってますので、それを見てると、どんどん、環境の影響って大きいので、どんどん不安が募ってきます。なので、情報を入れることはすごく大事なんですが、見すぎないことを、ある程度入れたらもうテレビからは離れるっていうことをされた方がいいです。で、今は情報は、ネットでも入手できますので、自分に必要な情報だけを、が入ってくるような状態にもできますので、不安になる情報からは離れるってことをしてます。で、人はその不安になる情報にまみれると絶対波動は落ちますので、で、不安な状態っていうのが一番、波動を下げてしまいますので、ぜひ、不安になる情報から距離を置くこと。特にテレビはもう見すぎないようにしておいてください。で、それと、もう一つ、最悪の想定、最悪の状態は想定して、それに対しての準備はしとくことです。最悪な状態を想定して、それに対する準備をしておく。こういう時にこうすれば大丈夫っていう、準備はすごく大事です。本当のポジティブっていう話を先日僕の LINE のメッセージとメルマガでも送ったんですけれども、もしよければ登録いただければ毎朝あの LINE メッセージ、それからメルマガ届くようになってますが、そこで、本当のポジティブっていうお話を書いたんですが、本当のポジティブっていうのは、間違ったポジティブっていうのはなんとかなるさって言って、今とにかく将来のことは置いといて、今を楽しくすると楽しい現実がやってくるっていう考え方、これはまあもちろん間違いではないんですけど、一部間違ってて、将来起こることへの準備っていうのが大事で、それを準備をしておいた、状態で今楽しく笑って過ごすっていうことです。本当のポジティブっていうのは最悪の想定をして、それに対しての前向きな準備をちゃんとした上で、今楽しく笑って過ごすっていうこと、それが大事ですので、最悪の想定っていうのはどこか心の中で不安がいつもつきまとうものですので、最悪の状態が来ると。なので、そこに対して目を背けるんではなくて前向きに捉えて、そこの準備をした上で今、楽しく過ごすということ。メンタルにおいてはこの二つのことはすごく大事ですので、ぜひ、やってみてください。それとエネルギーの部分は浄化ですが、最低限自分自身でお風呂入って、浄化をしていくということは大事ですので、まあこれは最低限ですが、整えるようにしてください。あと行動は今できること、頑張ることです。未来に訪れることっていうのは、もう必然的に来るものであるので、そこに、影響されるんではなくて、それはもう最悪の想定して準備しておけば、影響されづらくなりますので、そんな中で今できることを頑張る。で、僕のビジネスアカデミーの中でもお伝えはしてるんで、アカデミーの受講生さんにお伝えはしてるんですが、これから景気っていうのは人の気持ちなんですよね。人の気持ちが不安が大きければ大きくなるほど、景気っていうのもそれに乗せられて悪くなってきます。で、人の心が前向きであればあるほど景気もそれに乗せられて良くなっていく。なので景気っていうのは人の気なんですが、これから特に不安が支配する世の中になってくると景気がどんどん落ちてきます。そんな中でも、でもそんな中でうまくいく人も絶対出てくるんですけど、うまくいく人ってどういう人かっていうと、この最悪の想定をしながらしたたかに今できることをとにかく自分がうまくいくようなことをアイデアをたくさん出して、それを前向きに取り組んでいく。景気、多くの人の気に左右されずにしたたかに自分を信じてやっていく人はこういう時代でのし上がっていく人になります。幸せを実現したり豊かさを実現したり願望を実現したり、どっちに行くかです。なので、大事なのは今できることをとにかく対策をいろいろ立てて、その中でアイデアをたくさん出して、それをまず前向きに取り組んでいくということ、これをしたたかにできる人が、これからの時代にも負けず前向きに、いける人ですので、そういう人はやっぱり波動は高く強くなるので、ウイルスとかにも感染も発症もしないという状態になってきますので、とにかく今できることをまず前向きに取り組んで頑張るということを意識されるといいかなと思います。
それと環境も大事ですが、先ほどもお伝えしたようにテレビはあんまり見すぎない方がいいです。あんまり、まあ見るにしてもバラエティとかでよくて、情報は、ワイドショーとか見て情報を入れると本当、ネガティブなことばっかりになってきますので、情報を入れすぎない、必要な情報はネットとか必要なものだけが入ってくる状態を整えとかれると、それだけで全然困らないので、テレビ見すぎないということがすごく大事です。で、断捨離ですね。断捨離、不要なものを捨てていくと自分の環境の波動というのは高くなりますので、断捨離もこの機会ですので、取り入れられるといいかなと思います。それとこれからの時代、もうウイルス対策とだけではなくて、これからの時代は、先ほどもお伝えしたように世の中多くの場面で、多くの人のメンタルが落ちてきます。そうすると本当に、一人では飲み込まれてしまうんですよね。人は、一人でいるとネガティブに行くように絶対なってるんですよね。それを証拠に僕たちの表情っていうのはポジティブな表情よりもネガティブな表情の方が圧倒的に多いので、一人で行くと必ず飲み込まれて下がっていきますので、そんな時に大事なのがメンター、自分のステージをクリアして、自分の足りないところを言ってくれたりとか、応援してくれたりとか、時には叱ってくれる自分の先を行く人、そういうメンター、それと志を同じくする仲間、時には励まし合ったりとか、時には心配してくれたりとか、時には応援し合える仲間、こういう人の存在がこれから特に重要になってきます。こういう人がいる人は飲み込まれずに次の一歩を踏み出せるんですけど、ないとやっぱ不安にさらされていきますので、不安にさらされるとやっぱり波動っていうのは低くて弱くなってきますので、人の存在、メンターや仲間っていうことを今このうちに探されるといいかなと思いますし、今いらっしゃる方はぜひ周りの存在の必要性というのを今一度認識されるといいんじゃないかなと思います。まあこういったいろんなことをして、自分の波動を高く強くしていくと、この低いウイルスの波動というものには負けない、自分になってきます。で、体が疲れると下がりますし、メンタルが不安にやられると下がりますし、エネルギーの状態が悪いと下がりますし、テレビとか見て不安に苛まれると下がりますし、この下がる要因というのを抑えながら、自分の波動をこういったことを対策立てながら、強く高い波動にして、そこに合わない、波動の低い状態に合わないということがすごく大事です。で、世の中見渡すとこっちに合いやすくなってしまいますので、自分の意識をしっかり持って自分を信じて、自分の存在価値や自分の存在意義、そういったことを信じて、楽しく前向きに生きていくということがこれほど大事な瞬間はないかなと思いますので、ぜひこういったことを取り組むようにしてみてください。今日の波動チャンネルでは波動的ウイルス対策というお話を、お伝えをさせていただきました。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要な方がいらっしゃればぜひシェアをしていただければと思います。で、お話の途中でもありましたが、毎朝LINE とメルマガでメッセージ、朝のメッセージをお伝えしておりますので、もしそちらも良ければ、概要欄に貼り付けておきますのでご登録いただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。